はい、では私が多分森友の曲の中で一番好きかもしれない青春やって終わりたいと思います。ありがとうございました。本当に500人達成できたのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。これからが私の青春だって思っていつも生きてます。ありがとうございました。最近話聞いたり月の日回したり結構元気でやってるわ。お気に入りはプリプリよ、あなたはなんだうでしょうね。俺の趣味じゃないねと別れた日に次あんなに泣いちゃってごめんね、あなたごめんだってしょ。寂しくても辛くても私大丈夫、友達もたくさんできたから誘われてる。好きにも行くことにしたわ。これからが本当の私の青春かな。バイトを初めて見たの車の免許を取るわ。結構忙しくなりそう。車は会社にするわ。あなたと同じだけれど安い中古でいいの。時々はまだ思い出しそうよ。それでも電話なんてしない。寂しくても辛くても私頑張るわ。たくさんすること増えたから来週には欲しかったパソコン交換は。これからが本当の私の青春かな。寂しくても辛くても頑張ってゆける。ファンの皆さんもたくさんできたから、春休みは憧れのロンドンへ行くわ。これからが本当の私の青春だわ。本当に皆さんが私を応援してくださってる全ての皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでだんだん寂しくなくなってきました。本当にずっと応援してくださってる皆さん、毎日応援してくださってる皆さん、いつも嬉しいお言葉をかけてくださる皆さん、本当に皆さんのおかげでこの曲のように私大丈夫頑張るわっていう気持ちにどんどん慣れてきています。本当にありがとうございました。これからも、YouTube 美食女チャンネル、そして私チューリープリンセス、どうぞよろしくお願いいたします。これからも楽しさを共有していけたらいいなと思います。本当にありがとうございました。500人突破記念ライブでした。それではまた。ありがとうチューリープリンセスでした。またね。